竹ちゃん先生こと竹田社長です。今回は朝について、もう少しお話をさせていただきたいと思います。まずその前に、私がこの YouTube 動画を始めるにあたりまして、最初のテーマは忍者でした。では忍者と朝、これ関係があるのかということですけど、大ありなんですね。これも言い伝えによります。忍者は身体的な能力をできるだけ高めようというふうにしますね。でその時に何をやるかというと、運動能力の一つに跳躍力、飛ぶ力っていうのがありますけども、その飛ぶ力を養うために朝を使ってたっていう話もあるんです。どういうことかっていうと、朝の成長は大変早いんです。1日に15センチから20センチ伸びてしまうっていうんですね。そうするとトン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 飛んでいて、そのうちに翌日になるともっと高くなりますから、あっという間に飛躍力が上がるということになります。でもこの朝の成長に追いつくことはできません。なぜならば朝の高さ、これは2メートル3メートルというふうに極めて高いんですね。それが3ヶ月間ぐらいで伸びていきます。ということは何があるかっていうと、朝の栽培には、農薬があまりいらないということになるんです。どういうことかっていうと、虫がつく前にどん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 成長していって実ができるということから、農薬いらずというふうにも言われています。さあそうしますと、第二次世界大戦で朝の栽培をやめようという GHQ の指示の裏には、実はこれも言い伝えになってしまうので、正しいのかどうか分かりませんけども、農薬メーカーが裏にいたというふうなことを言うんですね。どうしてかっていうと、農薬メーカーはたくさん農薬を使ってくれた方がいいですし、その方が商売になりますね。で3ヶ月で親になってしまって、しかも、虫もつかない、そんな植物あったら困りますね。そういったようなことから、農薬をたくさん撒いてくれる、そういったような植物の方を優先させるために、朝の栽培がなくなったんだという、まあうがった考え方なのか本当なのか分かりませんけども、そういったような成長の早い植物、それと忍者、こういったようなものが重なっているということになります。で日本中は北海道から南の方まで、栽培されてますし、この朝は世界中で栽培されています。人間がずっと、まあ、アフリカで生まれたと言われてますけども、それが、日本までたどり着くときに何を食べていたのかということになりますけども、私の考えとしては、その中の一つとして朝は大変重要な役割を担ってたのではないか、その事実、世界中でその朝の栽培が行われています。その朝の栽培、今はヨーロッパ、あるいは中央アジア、あるいはアフリカ、あるいは中国、あるいは朝鮮、そういったような韓国、朝鮮ですね、そこでも栽培がされているといったようなものになっています。世界的な穀物の一つになってますけども、日本では栽培がされてないということです。で今この栽培ですけども、大変広い農地で行われてます。私の友人もカナダで栽培をしてますけども、彼の面積は100ヘクタールです。100ヘクタールってご存知ですか？大きな農家さんでもなかなか100ヘクタールを持ってる方は少ないです。でそのカナダの農家の彼に聞きました。すごく大きい農家だねと言いましたら、彼はいやいや、うちは小さいんだよ、僕の友達は1000ヘクタールだというふうに言っています。さあ1000ヘクタールにもなりますと、大変大きな、コンバインなんかを使って栽培するといったようなことになってますし、ヨーロッパにおいても、例えば、オランダで栽培している人もやはりそのぐらいの広さで栽培をしています。このように世界的な穀物になっている朝、これを日本で栽培したらどうなるのかということになりますけども、麻薬取締法がありますので栽培はできませんけども、日本の国土は大変狭いですから、この朝の栽培が向いているのかどうか分かりません。しかし日本の農業技術によって、
レベルの高い、栄養価の高い麻を栽培することはできるのではないかと思ってますし、今いろんなところでお米が余ってしまって農業の耕作放棄地が多くありますね。こういう中において麻の栽培といったようなものは一つの農業を復活させる食物のになるのではないかと私は考えています。ではまた次回、健康について、食事についてお話をさせていただきたいと思います。